この番組はスターチャイルドレーベルでおなじみのキングレコードの提供でお送りいたします。林原めぐみ、西村智博のパーソナリティで人気放送中のめぐおも町へ出ようないでオンエア中、ラジオドラマプレイヤーズエクストラのオープニングテーマゴーイングヒストリー、エンディングテーマ灼熱の恋は林原めぐみのボーカルで、ただいま絶賛発売中。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。年賀状はお早めにという CM もバンバン流れている今日この頃ですけどね、もうあの番組の方もあのアニメの仕事の方とかはあのなんていうんですか、日本撮り、年末年始に向けて日本撮りとかですね、まあ3本撮りはさすがにないですけれども、ため撮りっていうのが始まって結構わたわたしてたりなんかするんですけど、皆さんの周りはどうでしょう。すっかりなんかあの12月もうクリスマスもあと一歩という感じなんですけど、このね番組もあの放送時間帯がですね、年末年始ちょろりと変わってみたりなんかもしますので、あのそちらの方詳しいことはエンディングでお知らせしますので、いろんな放送局で一応ネットしておりますのでね、あの一応メモのご用意の上エンディングを待っていてくださいという感じですが、さあ早口言葉の挑戦状行ってみたいと思います。愛知県のペンネーム和田愛子さんからいただきました。大なたでここ、小なたでここ、中なたでここ、あーややこしい、これを3回言ってみたいと思います。せーの、大なたでここ、小なたでここ、中なたでここ、大なたでここ、小なたでここ、中なたでここ、大なたでここ、小なたでここ、中なたでここ、すごい素晴らしい、ジガジさんおめでとう、はい、ありがとう、久しぶりにおめでとうって感じでしたね。あーまたぜひ挑戦してください。なんか今脳の中の酸素がなくなってクラクラしちゃったね、息継ぎしないでやっちゃいましたけどね。いやーなかなかちょっと気分がいいでございます。普通のお便りにスライドします。練馬区の伝説の覇王さんからいただきました。めぐ兄さんこんばんは。風がぶり返らないように気をつけてください。そう、今なんかインフルエンザ流行っちゃって学級閉鎖してるようなとこもあるようですからね、風邪ひいて聞いてないといいんですけど、聞いてる方はめちゃくちゃ暖かくして聞いててくださいね。さて最近すっかり冷え込んできましたが、いとこの家からみかんが送られてきました。銘柄はこれね、三の毛の日って書くの、すけってカタカナだからみか好きかと思ったら、みか日っていうんですか、みか日、三日日っていうんだ。三日日というもので、静岡、特に、浜松近辺で作られているみかんです。そして、これがすごく甘くて美味しいんです。いや、冬はみかんとこたつだよね。また田舎は鹿児島なんですが、ポンカンを送ってくれると、この前に言ってました。なんか、いとこにしろ田舎にしても、こういう風になんか連絡とかコミュニケーションを取ってんのって幸せな気分になります。本当に感謝感謝。冬休みは送られてきたみかんを食べながら受験勉強に励めるというもんです。ではめぐ姉さんもうまいもん食って良い正月を迎えてくださいということでいただいたんですけどね。ああそうか。これは鹿児島弁、皮はちょっと硬か、じゃどんとっても美味しかとよ。これは甲州弁ですか。皮が剥きやすく甘いだにということでねいただきましたけどね。ああええー、もんですね。田舎から送られてきたみかんとかね。あのうちの事務所にも北海道出身の子がいまして、あのご実家からジャガイモ送られてきたりとかして、なんかやっぱりすごくたくさん送ってくださるそうで、ルミさんあのジャガイモ送ってきましたけどいりますかとか言われて、いりますいりますってそれだけ事務所取りに行ったりとか、めちゃくちゃ美味しいんだよねやっぱね、北海道のジャガイモとかね。いや季節のものやっぱり今ほら一年中果物にしろ野菜にしろね、キュウリとかトマトなんていつが季節か分かんなくなるぐらい出回ってますけど、やっぱりね冬はみかん、夏はスイカという気がします。なんかあったかいお便りありがとう。茨城県ペンネームカラクリネズミさん、いつもどうもね。めぐさんこんばんは。先日我が家は畳替えをしました。ちょっと気の早い大掃除でしょうか。引っ越しを重ねてきた僕にとっては初めての経験です。部屋一面に敷き詰められた真新しい畳、ゴロンと大の字に横になってみると、ほのかな青臭い匂いとともに何とも言えない嬉しさが込み上げてきました。つくづく日本に生まれてよかったなと思えた瞬間ですっていいね。なんかホットカーペットとかそういうのを敷き詰めてしまうのがもったいないような感じがしますけど、やっぱ日本人は畳、そして刺身、そして鍋、なぜ食べ物に行くかという感じですが、それからね、この間なんだっけ、恋と愛との区別がつかないですなんというこうルルルルっとしたお便りをいただきましたがね、すごくたくさん返答が来たんですけど、ちょっと風変わりなのをご紹介します。愛知県のね、これはペンネームめぐみマスターさんから、
のりさんこんばんは、12月3日の放送で好きと愛しているの違いがわからないという話が出てたのでお手紙書きました。ちょっと違うけど、ある先生は愛と恋の違いというのを話したんですよ。愛というのは漢字ね。愛というのは真ん中に心という字があるので真心がある。かもうなんか商店の円楽さんみたいなね。恋という字には下に心があるので下心がある。山田くん3枚座布団って感じですかとか言ってましたよ。愛とか恋とかいろいろあって難しいけど、その人を大事に思う気持ちがあればいいんじゃないですか、ということでね。私もこうです、僕もこうですとか、僕はまだ全然そういう経験がありません、私はなんかずっ恋だの愛だのが分からずズタズタになりましたとかですね、いろいろ来てたんですけど、まあ最後の一言だよね。その人を大事に思う気持ちがあればいいんじゃないですか、というなんか深いなという気がするでございます。それからね、ちょっとこれも気の早いじゃあ早いんですけど、新潟県のペンネームパステルシグナルさんからいただきました。マンさんお久しぶりです。今までテスト期間だったのでおはがきできませんでした。今はテストの真っ最中なのにはがきを書いてくれてありがとう。僕は今年高校生になったので冬休みにアルバイトをしようと思います。全国リスナーの中には同じことをしようとしている人もたくさんいるんじゃないかなと思います。それは年賀状の郵便です。別に1月1日だけじゃなく前後1週間ぐらいも働くんですけど、今までは待つ側だったんですけど、今年来年かな、来年は配る側に回ることになりました。今までは早く来ないかなと心待ちにしていたうちの一人だけど、今度はその人たちに夢や希望を与えるみたいで、なんかすごく楽しみです。今年の新潟だよね、新潟も寒さが厳しくなると思いますが、そんな時は手紙を心待ちにしている子供たちの顔なんか思い出しちゃったりして頑張ろうと思います。そういうのってそれだけで心があったかくなりますよね。ねえ、なんか本当まだかなまだかなってついつい1日っていうのはポストを覗いてしまったりして、2日っていうのは来ないんだよね、おはがきね。でも2日になってもまた覗いちゃったりとかして、あそうだ今日は来ないんだよなんて思ったりするんですけど、ねえ寒いと思います。霜焼けにならないようにね、防寒しっかりして、全国じゃないよね、その新潟のその区域にですか、おはがきを配ってください。きっと聞いてる方の中にも僕もやるなんて人いるかもしれませんが、神戸市のペンネームソビエト一周スゴロクゲームちくささんからいただきました。さて、前置きがいろいろ書いてあるんですが、相談があります。正月明けに修学旅行でスキーに行くのですが、九州出身の自分はスキー板すら見たことがありません。なるほどね。東京ではあれですよ、もうビクトリアの CM がもうあなたはもうガツンガツン流れてます。クラスの者は全員スキー経験者ばかり。スキーの得意な林原さん、この不安をどうしたらいいでしょう、なんちゅうのが来てるんですけどね。もうね、あなたスキー板を見たことがないということは、こんもりもりもりの雪を見たことがないと言ってもいいんじゃないかと思うんですが、まあね、スキーは経験とかそんなのどうでもいいのよ。行ってごらんな、もう真っ白雪山雪でござるすっての見たら、そんな不安は消し飛ぶでしょう。もう体ごと雪に転がってってください。くれぐれも足の骨を折らないようになんですが、掘らないようにだって、折らないようにの、まあ、全然こんなの口で言うよりは、まず体に叩き込むのが早いんだけど、なんか、叩き込むってなんか巻き舌になっちゃった。転び方なんだよね。転ぶってカチンコチンになってると、かえって体に悪いので、あーやばいと思ったら転んじゃえって自分からガンガン転んでいく。これがやっぱり周りの方に迷惑にならない程度にしてほしいんですけど、一番怪我をしない方法と私はスキー教室で教わりました。だから一番最初に履いて、もちろん、なんていうんですか、こういう風に、滑るんですよとか、右に体重、左に体重とか、いろいろハウツーはあるんだけど、まずは履いて、転んで起きる練習っていうのをすごくしたよ。もう雪と戯れてきてくださいよ。ね。楽しい、なんだ、修学旅行だったらまたお便りお待ちしています。さて、曲行ってみます。この後の熱血電波クラブでいよいよ最終回を迎えるゴーストスイーパー三上東京怪獣大作戦から聴いてください。松村かすみさんで、シングルフェイクショートバージョンです。
とし、東京海上大作戦は12月21日の発売になりますので、お楽しみにしていてくださいね。さて、こんなんありますけど、面白い通信販売ですとかね、こんなものをこんな風に使ったらよかったよとか、アイデア商品とか、アイデアそのものなどを募集してるんですが、岩手県のジャクネイビスさんからです。林田さん、こんばんは。ところで、チューリップが沖縄のようなところでは育たないなどということをご存知でしょうか。実はチューリップには一度寒さを経験させないと翌年芽を出さないという性質があり、ほう、沖縄やハワイみたいに年中暖かい地域では育つことがなかなかできにくいのです。チューリップと同じ性質を持つ花は水仙やヒヤシンスなど球根系の花に多く見られます。よく球根は秋に植えろという話を聞きますが、これもその理由の一つです。ほう、勉強になった。もし暖かい地域でチューリップを育てなかったら、球根をしばらくの間冷蔵庫か冷凍庫などに入れておくんです。だいたい1月か 2ヶ月ぐらいかな。そうしてから植えると芽を出してくれるそうです。花が終わったら球根を取り出してまた冷蔵庫などに入れておきましょう。暖かいところでチューリップを育てたい皆さん、ぜひお試しあれ。ということでね、おー、とてもためになってしまいました。これね、九州地方もネットしておりますので、よろしかったらどうぞ。ハウステンボスなんかはそういう風にやってるのかしらね。埼玉県ペンネーム MH さんからいただきました。ペンネーム、こんばんめぐさん、早速ですが下の切り抜きを見てください。新聞欄です。衛星劇場、まあ、いろんな衛星劇場だから、映画がバーッと書いてあるんですけど、釣りバカ日誌4かっこ字幕、これ何なんでしょうか。西田敏行さんがあれですかね、英語喋るんでしょうか。なんかパワーレンジャーじゃないんだから、もしかしたらなんかわざわざサービス放送としてそういう風にやったのか、単なる新聞の間違いなのか、ちょっと不可思議なところですが、はい、これからも楽しいお便りお待ちしています。では、熱血電波クラブゴーストンルスイーパー三上、お楽しみください。富士見ファンタジア文庫の人気シリーズ、ソ連家宇宙戦艦山本陽子のラジオドラマ収録シリーズアルバム第2弾、ソ連家宇宙戦艦山本陽子ウェーブ2、ラジオドラマ4編に未放送コント2編にボーカル2曲を収録して絶賛発売中。ラジオドラマゴーストスイーパー三上極楽大作戦、東京怪獣大戦争アクト4、史上最低の作戦。愛する我が子海坊主を連れ去られた怒りから町を破壊して回る巨大怪獣海親父、それを阻止するために巨大化した三上であったが、元の大きさに戻るためには海親父が持つスモールハンマーを手に入れなければならない。巨大怪獣対巨大ボディコン女の超巨大バトル最終章に突入である。美しい海を破壊するだけでなく、わしの息子をいじめ、そして誘拐し、あまつさえ息子が人間に危害を加えたなどという大嘘をつくとは絶対に許さん。うちの子に限ってとはよく言ったものね、親バカさん。とにかくスモールハンマーだけじゃなく、ついでにあんたを倒して東京都からたんまり報酬をせしめてやるわ。聖子さん、横島さん、私たちにも三上さんの力になれることがあるんじゃないでしょうか。もし今の俺たちに何かできることがあるとすれば、三上さんの生命保険の受取人の名前をこそっと書き直すとか、そんなことくらいかな。縁起でもないこと言わないでください。仕方がない、三上殿を救うため切り札を出すとしよう。切り札、我が地球防衛軍の科学スタッフが技術の繊維を結集して作り上げた、その名も超強力最強絶対無敵巨大ロボ、シンダー DX。 シンダー DX？ うん、カモナーシンダー DX。 チャカチャン、悪を蹴散らせ、ウチンダー DX、 愛と正義で地球を守れ、チャカチャン、勝利はもう目の前だ、ヒウチンダー高い、ウチンダー、おーおー、みんなのウチンダー DX。 チャカチャン。
んなのこいつ。おっと、これはどうしたことでしょうか。巨大オリコン女と海親父の前に突如として謎の巨大ロボが出現しました。なお、このロボットの姿形に興味がある人は小学館少年探偵コミックスゴーストスイーパー三上極楽大作戦第7巻165ページを参照してくださいね。このウチンダー DX が来たからには君をやつ貴様にでかい顔はさせぬ。覚悟するがいい。なんだと、これでも食らえ。あっけないわね。パパかっこいい。主題歌作る前にもっとマシなロボットを作りなさいよ。面目ない。こうして三上と海親父の死闘はあっちゃこっちゃと場所を移して進み、ついに大東京の副都心新宿都庁前までやってきたのである。あの荒い息、そのものがあって興奮しちゃいますね。次から次へとよくもくだらんことばっかり思いつくな、お主は。そろそろ決着つけようじゃないの。行くわよ。望むところだ。どうしよう。疲れてる分だけ三上さんの方が不利ですよ。このままじゃ三上さんが。ああ、小娘よ、そんなに不安があるではない。要はヤツの弱点が分かれば突破口は開けるはずじゃ。僕のパパは無敵だ。弱点なんてあるもんか。やかましい。おい、え、おやじの弱点知ってんだろうから。はけ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 やがれ。はーい、メイクからの提案です。あの、ピノキオみたいに海おやじの体の中に入っちゃうって弱点はどうかしら。体の中、なるほど。遺産防止の鬼退治、もとい仮面ライダー X の金属破壊作戦というわけだな。おお、そのアイディア、なかなか重くなそうだのなんて、みんな一斉に俺見るわけ。今回の件、半分以上はお主の責任じゃ。素直に人に悟空となり。うらへー、そんななら一番頑丈なマリアがやればいいじゃねえかよ。なんでこれ俺がやんなきゃいけないんじゃ。でも今お聞きの皆さんもこういう展開を期待してるんじゃないかしら。というわけだからね。行けマリア。いえ、ドクターカオス。ちょっとは俺の人権を尊重しろよ。この子マリア。目標確認、横島さん投下。なんだ、飲み込んでしまったぞ。まずパパ。そして見事海親父の胃の中に入った横島はというと、ああ、胃液で服が、体が、髪が、ああ、みんな片っ端から溶けてしまう。はけ、はけ、この野郎。ほら、俺を吐き出しやがれ。腹の具合が、痛い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 。パパ、しっかりして、パパ、パパ。なんだかよくわからないけど、チャンスね。どんなに我が子を愛してるか知らないけれど、ちょっと限度が過ぎたみたいね。このゴーストスイーパー三上玲子が極楽へ行かせてあげるわ。行くわよ。これで元の姿に戻れるわね。こうして戦いは巨大ボディコン女の勝利で幕を閉じ、三上はスモールハンマーを手に入れて元の大きさに戻ったのである。まさか息子が本当に人間に危害を加えていたとは。
すまぬ。わしも親バカが過ぎたようだ。だって人間たちが僕らの大切な海を荒らしてばっかりいるんだもん。悔しくて。今回の事件は自然を乱開発する浅ましい人間のエゴが生み出したってわけね。でもね、海坊主、その気持ちはわからないでもないけど、もっと別な方法で訴えるべきだったと思うわ。人間だって悪いやつばかりとは限らないのよ。申し訳ない。息子にはよく言って聞かせるので、今回は許してやってくれぬか。ま、今回だけはね。私たち人間にも責任の一端があるんですもの。ありがとう。では我々は再び海に戻るとしよう。行くぞ息子よ。はいパパ。それじゃお姉ちゃんたち、バイバイ。元気でね海坊主くん。もう悪さするんじゃないわよ。これで一件落着というわけじゃな。いえ、ドクターカオッス。なんてすがすがしいラストシーンなんだ。これぞまさしく正義だ。本当にこれが正義なのかしら。え、皆さんご覧ください。東洋のメトロポリスと言われた東京は、三上玲子と海親父の戦いの余波を受けて壊滅してしまいました。もはやかつての面影もありません。何？要はギャラさえもらえればいいのよ。この世はお金が全てですもの。街をこんなにしてギャラなんかもらえるわけないじゃないですか。結局お昼の言葉通り、三上たちには一銭の報酬も支払われなかったのである。いと哀れなり。そんなのあり？叫ぶでない三上玲子よ、この世にはもっと哀れな男も存在しているのだから。誰かここから出して。から海内で胃液の海に溺れ、今まさに消化されつつあったのである。アワーキュンキュンワーくたくなって言葉は似合わないから、アワーキュンキュンワー獲物探す目標の一人になる。 I don't make a love 何かなった人だった最後までは。 I don't make a love 生かせないわ。沖に高田真理子、健樹くん、青野武史、魔導無、塩谷幸三、他でお送りしました。大人気放映中、新世紀エヴァンゲリオンのサントラアルバム第1弾ネオンジェネシスエヴァンゲリオンは、オープニング・エンディングテーマの別バージョンテイクに BGM を収録して絶賛発売中。来週は30分まるまる DJ スペシャル久しぶりにお送りしますので、どんどんごはがきください。皆様、あの12月6日に発売になりました3 years extra のテーマソングゴーイングヒストリーはお買い求めいただけましたでしょうか。林原めぐみ久々に一人で揃ってますのでね、ぜひまだの方はあのクリスマスサンタさんにおねだりするなり、自分で自分に買うなり、寂しいですね。あとはあの自分がサンタさんになって友達にあげるなりですね、してぜひお買い求めいただきたい。いい曲だぞ。その3 years extra なんですが、 TBS ラジオ毎週木曜
24時30分、林原めぐみと西村智博さんのコンビで、めぐおも松江というような中で絶賛放送中ですので、ぜひ聞いてください。郵便番号112、東京都文京区、音はキングレコードスターチャイルド、めぐみの東京ブギーナイト、それぞれの係までお便り待ってます。さあ、オープニングでも言いました、クリスマス特番&年末特番による放送日変更のお知らせです。メモしてね。クリスマス12月24日が変更になる曲、 TBS 12月26日火曜の20時30分、12月26日火曜日20時30分です。クリスマス明けちゃいますが、クリスマス気分でお送りします。九州 KBC 12月23日土曜の20時からなります。土曜の20時、年末12月31日が変更になる曲です。東海ラジオ12月29日金曜日23時30分、熊本放送12月30日土曜日21時から、 KBS 京都12月31日25時から、こちらも九州 KBC 12月31日22時から。なんかややこしいですね。でもまた年末の方は来週にもお知らせしたいと思いますので、皆さんくれぐれもチェックし忘れてですね、聞いたらいなかったってことのないようにですね、いつもの放送日に聞いても特番やってて言いませんので、そこの空間に私はですので、ぜひ来週もちゃんと年末の分は言いますから、チェックしてちゃんと放送をチェックしてほしいと思います。電波私物化は何枚かいけますでしょうか。1枚かな。千葉県ペンネーム月見大福くん、おじいちゃん退院おめでとう。なかなか会いに行けないけど絶対に手紙書きます。まだまだ弱気になるのは早いよ。俺が一人前になるまでもっともっと長生きしてね、といただいてます。弟よ、修学旅行の土産にペナントなんて買ってくんな。熊本市ペンネームドライエモンさん、まあ土産は気持ちだということでした。お相手林原めぐみでした。それじゃまた来週も絶対水曜日おやすみ、バイバイ。この番組はスターチャイルドレーベルでおなじみのキングレコードの提供でお送りいたしました。